そういうこと言って、でも本当におっしゃる通りで、リハーサルはもうドキドキなんですよ。やっぱりリハーサルも初めてなので。だけど本番になったらまたお二人方ともガーンと来るんで、僕らもどこまでついていけるかとか、あとこう本番のこうテンションっていうのを間近で感じれるんで、だからまたこう普段は僕らムード歌謡とか歌謡曲の世界ですけど、またロックだったりアニソンの世界のパワーを感じれるっていうか、それを間近で感じたいっていうのが一番今日はワクワクして家からやってきたので、やっぱすごい楽しみですね、ライブ。はい、歌唱の名義はこれ純烈だと思うんですけど、もう意識は一緒になくもうついていくっていうことで、後ろにいるのが前提の言い方なんですかね、坂井さん。まあそういうことだね。やっぱりこうだって演歌界でいうと北島三郎さんと五木ひろしさんが今ここに立っているとか、そういう状態、ええ、細川たかしさんと新沼謙治さんがいらっしゃるぐらいの、そういうことなんで、やっぱりそのリスペクトがもう出ちゃいますよね、先走っちゃいますよね。はい、なんかもう昨日ぐらいからみんな、なんかそうなんです、純烈のファンの皆さんが楽しみみたいな会話が続いてまして、多分ね日付間違っちゃっただけなんですけどねこっち。でもそのぐらいね、こうやっぱコロナ禍でやっぱ引きこもりね、大変だから、やっぱり ね早く始めてよっていう。あと今回その僕らやっぱりそうだよねと思ったのは、僕らはアニソン界のプリンスの影山さんなんですけど、やっぱりマダムの僕らの世代のお客さんの世代からするとレイジーのミッシェルっていうミッシェルと純烈が歌うのっていう、やっぱこう反響がすごかったんですよ。だからやっぱりミッシェルを見たいマダムもたくさん、はい、そうですね、はい、僕ちょうど今年60になったばっかりで、うちのその40年以上前にレイジを応援してくれてたファンの人たちは多分まあ50代後半ぐらい。そうですね、だからちょうど純烈の客層と実は影さんの応援してた方っていうのは被ってる。なんと、うん、ファン取られちゃう大丈夫です、そうですか、大丈夫です、大丈夫です。思ったよりミシェルちっちゃかったんだねって今気づかれてました。そうかもしれないです。5名のお兄さんだってね、175ありますから大丈夫です。そうなんですよ皆さんから見たら僕160cm、 僕らがね 2m 半あるんです2m 半。そういうことにしといてください。Ha ha ha!